さんこんにちは。何やら我々は久しぶりの出演となりましたね。そうですね、約1ヶ月半ぶりの出演です。まあ関西旅日記があったので私たちの出番は少なめになってきそうです。今後も私たちをよろしくお願いします。さて今回はもうすぐゴールデンウィークですので大型連休中はこんな旅をおすすめするスポットを紹介します。今はコロナがまだ流行っていますが、連休中はどこかへ行きたい人がたくさんいるんです。一番楽しくなるスポットとなるべくコロナから避けるスポットを紹介します。ではまずは大阪から見ていきましょう。大阪のおすすめは USJ です。ハリーポッターやユニバーサルワンダーランド、ミニオンパークなど皆さんの人気なエリアがたくさんあります。特に一番人気なのが昨年3月に開業となったスーパーニンテンドーワールドです。ブロックを叩いたりキーを集めたりするまさにマリオになりきったリアルゲームのエリアです。このエリアも相当人気だそうです。他にもマリオカートのリアル版やヨッシーに乗ったり、そしてエリア内にはカフェもありますのでお食事したい場合はここでご利用になってくださいね。ゴールデンウィークは USJ がおすすめします。次はアベノハルカスです。こちらは地上300メートルとなっていて現在では日本一高い高層ビルでございます。こちらは大阪の街を見ることができます。通天閣や天王寺の街などを見ることができ、もちろん大阪城や梅田の街を見ることができますよ。特に夜景を見たらすごく綺麗な街並みになってて癒されるのは間違いなし。アベノハルカスもおすすめします。デートやご家族と一緒にアベノハルカスへは行ってみてはいかがでしょう。またアベノハルカスにはショッピングやホテルもあります。いろんなものを買ったりお泊まりするのもいいですね。最後は箕面の滝です。ここはハイキングに行きたい人はおすすめする観光エリアです。一面緑に包まれた自然豊かなエリアです。また箕面の滝にはさらに最高な自然を楽しめることができます。箕面大滝は岩壁から水が一気に流れ落ちるとてもダイナミックな滝です。ゴールデンウィークにはおすすめしたい観光スポットです。ちなみに4年前はコメットさんも行ってきたそうです。疲れたかもしれませんが大自然の観光なので癒されたそうです。この峠はコロナ前に行ってきたそうなので途中無料の足湯がありました。帰りは足湯をしてきたそうです。次は京都へ行ってみましょう。京都といえば伏見稲荷、清水寺、祇園、嵐山など観光スポットがたくさんあります。私もおすすめしたいスポットは清水寺です。ここは世界遺産が登録されており、お寺の歴史や京都の景色が見ることができるので観光としてはふさわしいスポットなんですよ。私のおすすめは嵐山ですよ。有名な橋、渡月橋や竹林の自然など日本を代表とする観光スポットです。また修学旅行や外国人観光客がにぎわいよく楽しんでるそうなのでこちらもおすすめしたいスポットです。ちなみに鉄道のアクセスについてご案内します。伏見稲荷、清水寺は京阪電車がおすすめです。快適な車両に乗りたい方はプレミアムカーをご利用ください。なお伏見稲荷駅、清水五号駅には特急、快速急行、快速特急には止まりませんのでご注意ください。快速急行または特急に乗って丹波橋駅で乗り換えが必要となります。そして嵐山、祇園には阪急電鉄がおすすめします。また都休日ダイヤでは京都レインが楽が運行していますので車内は観光気分で乗ることができますよ。嵐山へお出かけの方は桂駅で乗り換える必要があります。最後は奈良を紹介します。奈良といえば奈良公園や東大寺、平城宮跡などのスポットがあります。奈良公園といえば鹿がいる公園として観光客は賑やかとなっています。修学旅行や外国人観光客など観光としてはかなり人気がありますよ。また奈良公園の奥には東大寺がありまして奈良の大仏を見ると迫力があるのでとても賑やかとなっていますよ。そして東大寺は世界遺産を登録されています。賑わいを見せつける奈良公園と東大寺は行ってみてはいかがでしょうか。それでは鉄道についてご案内します。今月29日には
近鉄の新しい特急、青によしが運行されます。二人用のツインシートと、三人、四人のサロンシートとなっていますが、一人でも、ツインシートがご利用いただけます。また、青によしは、販売カウンターが設けており、スイーツやアルコールなどの軽食がいただけます。さらに、青によしは、大阪京都間を乗り換えなしで行くことができ、大阪から京都へ行く人は近鉄特急、青によしをご利用になってはいかがでしょうか。青によしについて詳しくは、近鉄のホームページでご確認ください。現在は、新型コロナウイルスが、感染の拡大が続いていて、なかなか外出ができない人がいますね。でも、外出しないと、ストレスが溜まる人が、結構いますよ。このゴールデンウィークを、なんとかして外出したいもんですよ。まあ無理をしなくてもいいので、できるだけ家にいる方が安全ですけど、ストレスを溜まる人は、地元での散歩や運動がおすすめします。以上、ゴールデンウィークの、おすすめ観光スポットでした。